はい、ダクマンです。今日は TOEIC に関する動画第3弾ということで、前々回と前回で、TOEIC って大体こういう試験だっていうのが分かったと思いますし、各パートでどんなことが問われるかっていうのもご説明しました。で、そこからですね、今日はですね、じゃあそのために勉強していかなきゃいけないわけですけども、おすすめの問題集、これを使ってやれば、もう700点、800点も夢じゃないよっていう問題集をですね、4冊ご紹介します。実際これ僕がいろいろ試した中でもこの4冊さえやれば高得点十分狙えるよっていうものをご紹介します。そしてその紹介とともに今日はこういう風にそれぞれ使えばいいよっていうのもね、説明していきたいと思っております。僕も実際最初に受けた TOEIC は800点だったんですけれども、1ヶ月2ヶ月ぐらい前ですかねぐらいから1日2時間ぐらい時間をとって、今から説明する参考書問題集を使って勉強を進めていました。でもね、一つだけ忘れちゃいけないのは、高校の基礎的な英文法とか英単語、これが身についてない人がいきなり TOEIC 対策今から紹介するのやってもやっぱり苦しいですし、なかなか伸びづらいです。なのであくまでも基礎的な英語の力はある上で、これからの TOEIC 対策ご紹介するものを使ってみてください。さあ、では4冊順番に紹介していきます。はい、まず1冊目こちらです。公式問題集ですね。もうこれが一番大事。もうこれが全て、これだけでもいいっていうぐらい、もう何回言うねんっていうぐらいこれが一番大事なんですけど、これはですね、TOEIC を実際作っている団体が出している、唯一の公式問題集なんですよ。で、TOEIC って試験受けに行っても問題も回収されちゃうんですよ。なので過去問も一切ない。だからこそこの公式問題集っていうのがもう生命線になってくるんですよね。実際いろんな模試形式の問題集出てるんですよ。出てるんですけど、センターもそうだったじゃないですか。なんか予想問題集とか予想パックみたいないっぱいあるけど、結局やっぱり過去問が一番、作ってる人が一緒ですもん。だからこれをやっぱり信じてやるべきだと思います。でもね、その分値段高いんすよ。もうやめてって感じ。でもね、買っちゃうし、買った方がいいんだよね。これがね、難しいとこなんですけど、2800円プラス税だったかな。で、結構高い。で、2回分しか入ってないんですよ、模試が。なんでもう2回通りちゃんと試験で時間計ってできるような形にはなってるし、それで何問正解したかっていうのをスコアでですね、照らし合わせることもできるんで、何問ミスだから、あなた大体これぐらいですよっていう得点の幅みたいなのも自分で把握できるっていうのはすごくいいですよね。ただね、高いんですよね。何回言うんだって話なんですけど。で、これ実は6冊出てます、今。6冊出てるんで、6冊買ってたら、15,000円とか超えちゃう。だから高いんですよ、本当にね。ありえないぐらい高いんですけど、とりあえずまず1冊買ってください。で、最新版がいいと思います。一番最近のやつ6かな、今6が出てるんですけど、6をやって、まだちょっとやりたいって人は5で、次もうちょいやりたいって人は4、もっとやりたいって3、2、1ってどんどんいってください。その分でもお金がかかるんで高いんですよね。でもこれはそれぐらいお金をかける価値があるというか、一番大事な参考書問題集になりますんで、やるべきだと思います。で、これはもう簡単で、やり方としては前回の動画で、パートごとにこういう問題が出ますよっていうのを説明しましたけど、あれサンプル問題っていうところから、なんで傾向を改めてざっくりつかむことができる。それは1回分とかじゃないんですよ。もう各パート数問しか載ってないんですけど、こんな雰囲気ですよっていうのが頭に載ってて、そこから2回分模試があるんで、これ使い方自由ですけど、僕が1回目はもういきなり実力試しで時間計って用意ドンでやってみる。第1回の模試は。で、それを採点してみて自分がどれぐらい取れるかっていうのを知る。で、それからこの後紹介する3冊を使って、コツコツと勉強を積んで、もう1回最初に解いたその第1回の模試をやってみる。で、多分ちょっと伸びてると思うんですね。で、そんな感じで勉強を進めながら、TOEIC の本番直前になったら第2回の方を解いて、そこもしっかり復習するっていう感じがいいと思います。やっぱり僕の個人的な理想では2冊ぐらいはあった方が4回分できるんでいいかなと思うんですけど、いかんせん高いので、お財布と相談しながら買ってみてください。僕は確かこれは、1回目受けた時はもうこれだけ、でやりましたね。800点持っていったのはこれを2冊やったことで持っていきました。とにかくこの傾向を知るっていうのとタイムマネジメントがめちゃくちゃ大事になってくるんで、すごく大事な問題集になります。続いて2冊目こちらですね。テックス加藤さんが書いてる金のフレーズということで、もうこれは言ったら単語帳です。で、単語帳も TOEIC 世の中に溢れてるんですよ。なんでこんなにあるのみたいな、どれがいいのみたいな。そんな中でですね、ひときわ輝いてるやつ、それを手に取ってみてください。これ新書タイプなんですごくコンパクトな感じになってるんですけど、本当にね、ここからおもろいほど出るんですね。で、今まで受験単語ってやっぱり受験に出るような単語ばっかり集めてたんで、TOEIC と全然違うんですよね。で、あれももちろん大事なんですけど、TOEIC ってビジネス用の単語がいっぱい出るんで、配送とか、あとなんだ、宅配だったりとか、あとは会議とか副社長とか、そういう普段使いませんけどみたいな、受験で絶対出ないですけどみたいな、そういう単語がいっぱい出てくるんですよね。で、それが詰まってるという感じになっていて、まあ、前の方から出やすいものから順に並んでますんで、まずですね、自分のできる限り前の方から覚えていくと。で、面白いこと、これほんとよく出るんです。逆に言うと、しっかり出るものを押さえておけばそんなに難しい単語は出ない。なんで、実際さっきの公式問題集なんか解くときに僕もやってましたけど、知らない単語を丸つけていくんですね。で、書き出していくんですね。そうするとほとんど載ってるんですよ、これに。なので、これをまるっと一冊しっかり覚えてやると、だいぶですね、知らない単語っていうのはもう消せますので、これもまあ受験の英単語帳と一緒で、本当に隙間時間に、たくさん目に入れる、何回も繰り返してやる、ボロボロになるまでやってください。で、もう一つ、銀のフレーズっていう、銀銀に輝いてるやつがあるんですけども、これはですね、金よりもより簡単な単語が収録されていて、正直大学受験の時にそこそこ英語勉強してた人にとっては、簡単じゃん、簡単じゃんみたいなものが多いので、基本もう金だけで大丈夫だと思ってください。で、銀見てみて知らないの多いなと思ったら、銀からやることをおすすめします。続いて3冊目はこちらです。文法特急ですね。花田哲也さんが書いているものなんですけど、これもまあいいです。さっきの金フレ、金のフレーズと同じサイズなんですぐわかると思うんですけど、これはですね、パート5ですね、主に。パート5って時間ないって言ったじゃないですか。あそこでいかにパン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 って瞬発力を発揮できるか大事っていう話をしたんですけど、まさにですね、いろんなパターンの文法問題っていうのが1ページに1問ずつ出てくると。で、めくったら解説があると。で、それをね、何回も何回も回していくことで、もう瞬発力、すぐに答えを見つけられる力を養うっていうのが、まあこれになります。で、これを繰り返しやってると、ほぼこの中のどれかに似たような問題っていうのが出てきます。から、しっかりこれも電車の中とか。で、文法特急ってあるように、まさにこう電車に乗りながらやるやつなんですって。それを想定して作ってるみたいなんで、隙間時間でしっかりやっていってください。そして最後、4冊目。こちらです。ロバート・ヒルキさんが書いています。直前の技術ですね。これは前回の動画で僕が説明した各パートのコツみたいなのに、まあちょっと近いものがあるんですけれども、上がりやすいパートから順番に対策していきましょうということで、どうやったら各パート点数が上がるかっていうのを、まあテクニック的な観点からですね、説明をしてくれていて、多少練習問題のような形もありますのでね、しっかりとそれで改めて、これは本当に直前の技術ってあるように、受ける前、1週間とか2週間前ぐらいにこれを確認して、あ、なるほど、そうやってやればいいんだなって。で、それを実際に最初の公式問題集で何回かやってみて、テクニックとして身につけていくみたいなのがふさわしいのかなというふうに思います。なので、最初に公式問題集やって、その後単語と文法をしっかり伸ばしつつ、で、最後に直前の技術っていう感じのね、流れでやっていけば、うまく得点伸びていくと思います。ちょっと待って、リスニングは全く対策しなくていいんでしょうか？半分を占めてるのがリスニングってあれだけ言ってましたよね。そうなんですよね。これに関してはですね、リスニングに関しては、さっき言った公式問題集に CD がついてます。で、実際に収録されてます、問題も。それをですね、まあ iPhone とかに入れて、スマホで、これも通学の時にひたすら聞く。で、できればですね、速さ調節をしてやって、1.5 倍とか、で、聞き慣れるようにしておく。そうすると、だいぶ聞けるようになりますし、あとはもう普段から英語、TOEIC の問題に限らず、英語を聞くっていう習慣をしっかりつけておくのが、やっぱりリスニングにはね、一番いいと思いますので、この参考書を使えというよりは、普段から英語、あらゆるジャンルのものを聞く。それから、さっきの公式問題集の音声を早回しで聞くっていうのを習慣づけてみてください。はい、ということでですね、ざっと4冊ご紹介しましたが、この4冊一つ一つしっかりやっていけば、確実に点数今よりぐんとアップしますので、皆さんやってみてください。いや、でも4冊はいきなりは買えないよって思ってる方もですね、まずは公式問題集、これだけでもね、絶対買うようにしてください。それに合わせて、金のフレーズはあった方がいいかなと思いますね。で、余裕があったら文法特急もあった方がいいかなと思うし、やっぱり直前の技術もあった方がいいかなと思うんで、結局全部いる。やでも本当に何回も言いますけども、もう信頼がそれぐらい置ける4冊をご紹介しましたんで、ぜひこれからTOEIC対策を始める方、この4冊使ってみてください。では今日はこの辺でバイ。